ワンチャンスとは、恐れるべきものと恐れなくてもいいものを区別できる知恵である。どうも、パレです。ワンチャンス、デッドバイデイライト。哲学的にスタートしていきましょう。本日はホーキンス地下研究所、地下施設。早速一人目の犠牲者、発電機の位置わからない、信号怖い。怖い。まあ今の言葉は、要はワンチャンスがあるから強気に出られるシーンと、ワンチャンスを、持っていないときはどう動けばいいのかみたいな。ワンチャンスパークを持っているからこそ、ここは強気に出ていいなとか。ここはまだ慎重に動かなきゃいけないなみたいな。例えば解放がまだ使えないから救助に行こうみたいな。まあ遠いからちょっと回すの優先したいなと思っちゃってる自分がいるんですけど。いやーまあこのクロちゃん回してくれてるし、行くか、救助。俺が行く。キラーが誰かもわからぬままに。発電機全然ないんだけど、この辺。なんで？なんで？とか言って。ちなみにどうなっただろう。いたな。トラッピー？トラッピー？これトラッピーです？あ、いけない、こっちから。すんごいとこ釣られてもうてるやん。あん、救助ナイスだけど。タイミング悪。タイミング悪おだったわ、俺。回復すっか？今誰だった？トラッピー？トラッピーだった？トラッピーにしては何も置いてなかったような。頑張ろう。解放を手に入れれば特に恐れるものはなくなるはずだから。うん。区別できる知恵。そう。だね、指針になってくれる。ワンチャンスパークは。このワンチャンスパークという指針を持って、強気にね、この霧の世界での戦いに身を投じていただきたいなというのが私のあれですって言いたいんですけど、ちょっとあまりに信号しなさすぎて。何何何ね、キラー誰ね。あ、デモンゴ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 ン、これもしかして。え、どこにいんのね。信号でかすぎん？あ、いたいたいた。あ、じゃ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 、ヒルビビ、ヒルビビビビリリリリリリだ、これ。痛い。いや、もう解放ないのに。あたし、解放ないのに。もう解放ないのに。やだ、遅い。遅い。いやもうあ、この音ヒルビリーなんだ。俺何気にヒルビリー初めて当たってるか。待って、チカちゃんもう解放ないのに、チカちゃんもうちょっと待ってよ、もういやだ、もうちょっと。これはね、恐れるべきものです。これは確実に、これはね、確実に恐れるべきもの。うん。でもディサイシブ持ってるでしょね、私は。そう、ディサイシブをね、持ってるのよ。ってことでね、ある程度強気にいけ、もうす大集合。大集合してるね。発電機あれ終わったんかな？ナイス発電機。こう、硬直状態。すごい大集合してる。結束欲しい。俺、結束つけてりゃよかったかな、マジ。二人いいんだよね、二人。あんまりどころか、まるで意味ないまであるんだよな。あ、ノーボロタイ。ノーボロタイの方。なんで来たの、あなた。ノーボロタイの方。さすがにディサイシブさせていただきますけれども。さあ行こう。ここから始まる、すべての伝説。頑張ろう。離れるぜ。さあ離れよう。みんなを助けなきゃいけない。
弱っ、ここ、この部屋弱っ。オッケー、この部屋弱っ、びっくりした、驚愕の弱さで。草、あ、ここ強いね、ここ強いとこだ、ここで頑張ろう、時間稼ごう。ディサイシブ入っちまった、俺はもうなんかゴミカスだと思われてる節があるから、ここで頑張ろう、時間を稼ごう、回復する余裕を見せちゃおう。うわ、近すぎ、クソ、笑った、ほっ、あー無理だ、くっそ、発電機、よー、2個回してるね、発電機2個回してる、素晴らしい。いやー、これまだまだワンチャンある、まだまだワンチャンあるよ、皆さん、お気づきか、まだ恐れなくていい、まだ恐れるべきではない、この距離であれば多分発電機ね、あれは2個回るんじゃないかな。その前に、いや、その前、オッケー、ナイス、遠い方が、あ、違うか、遠い方が回ったのか、で、あの人割れてんな、あっちだ、あっち行ってあげてくれ、で、あの人多分追われてる、あっち側に行かなきゃダメだ、あっち側行こう、抜かれたらあっちに走る、それで行こう、まだワンチャンあるよ、まだワンチャンある、ただ おそらく敵もそれを分かってる、ワンチャンを狙ってくるはず、違う、あっち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 行け、あっち行け、違う、ここくっそ弱い部屋、ここクソ弱い部屋なんだって、マジで、やったわ、クソ弱い部屋やった、マジで、このクソ弱い部屋、発電機あんのかい、発電機あるんかい、ここ、このクソ弱い部屋発電機あるんかい。もうみんな頑張ってくれ、みんな、いや、発電機あるんかい、あ、まあ、シャッター閉まってるってことは発電機あるもんな、いや、ちょ、俺が弱かった、もうちょもっと、もうちょっと、もう本当にどうして、もうどうしてですか、もうくっそ、これなんよね、通電してから抜かれればね、ワンチャン通ちゃんあったんだけど、通電前に抜かれるとね、やばいなって思ってたんよな、もうきちい、見よう、あと3人が無事に逃げ出せるか見よう、頑張れ、あ、とんでもないとこいるだ、あ、ここそんな風に降りれるんだ、あ、2人こんにちはしてる、あ、迷ってる、このクロちゃん多分迷ってますね、迷ってないのかな、あれゲートはみたいな顔してない、これ、え、信号もするしゲートもわかんないし、どうしようみたいな、ハッチ、なんでハッチみんなめちゃめちゃ都会の逃走術、え、大人気パーク、あ、このクロちゃんだけ、ちょっと待って、私都会ないのよみたいな顔してるけど、さあゲート一直線、みんな頑張れよ、誰もワンチャンスパーク、あ、このクロちゃんがワンチャンス埋めそう、あ、追われてる、ノーワン、ヒルビリーはな、もうなんかノーワンついててもおかしくないキラーになっちゃったよな、さあ頑張れ、ゲート行け、あ、もうなんていう近さの密は全く動けないでいる、私どこ行ったらいいのかわからないのみたいな顔し続けてる、このクロちゃんは相変わらず、あー、ノーワンね、ノーワンなんですよ、あれ、これもしかしてこっから全滅ある、もう片方のゲート誰も行けてないもんな、これはやったか、掴んじゃうか、ヒルビリー、ヒルビリー視点が見たいなんならどうしてここに来てるんだろうな、この人たちは、ここには絶対ゲート開かないよね、あー、やばい、あ、これは始まるか、まあ、しばらくね、あのナンシーの綺麗なお顔をご覧いただきたいなと思うんですけれども、ほら、追わないね、灰釣りからの、あー、これは多分ナンシーは助かんないね、これカラス飛ぶまであるか、いや、さすがに勇気を持って出てきた、勇気を持って出てきて救助行くか、さあ釣りに行った、いやー、戻ってる、あはー、これは破滅へのカウントダウン、破滅へのカウントダウンか、まだ頑張ってる、まだ頑張ってる、あー、ナンシーを切ったね、これはナンシー切りの動き、クローデットナンシーを切る、
さあここで立ち上がるがナンシーは終了と。そして2人固まっててやばいやばいぞ。あーお部屋にチェックイン。あとヒルビリー先生、ヒルビリー先生ザルすぎる作敵。あーしかし再度チェックイン、チェックアウト。そしてお部屋からあーチェックアウトできず、許されず。ガードマン、そして睨み合い。ただもう体勢は消したと言っても過言ではないでしょう。あとはあの人がハッチまで逃げられる時間を稼げるかどうか。ダメそう、頑張れ。いやもう無理よ、無理て、そこ無理て。この部屋弱そうだもんな。で不滅もデサイシブもないことをね私は知っているので、対戦ありがとうございましたと。いやー俺だよな多分な今回な、もうちょっと頑張れたよな。別にヒルビリーのチェーンソー一回も効いてないから、ただの徒歩キラーに負けちゃってるもんねこれね。くー、いや俺1位って、俺1位って、はい、あ、俺1位じゃなくなったけれども、ということで脱出が遠いね。そうだね、本当にワンチャンスパーク使えたからといって脱出できるとは限らない。まあそれでもね、みんなが脱出するぐらいの時間は稼げればよかったんだけど、残念と。いやちょっとやっぱ解放が大事だな、解放をマジで大事にしよう。次は解放会お約束します。それではお相手はバルでした。次回ご期待ください。バイバイ。